かお前声ガラガラじゃねえか今日なあ、どうした？気のせいか？お前、あれだろなあ、部屋で泣きすぎてお前声枯れたんだろなあ、そら声がガラガラだな。部屋でずっと泣いてたんだろ、だからガラガラになっちゃったんだろ。そら、はいよ、そらくん。うわー、うん、美味しいか。美味しそうだな。今日はスプーンで2杯あげてます。いっぱい食べてますね。もうすぐ亡くなってしまいそうです。そして我が家のワンちゃんが泣いております。そんな中ご飯を食べる。それか、美味しいですか。うちのワンコはあれは散歩に連れて行けと泣いておりますね。もう全部食べたか？空っぽ？空っぽだな。空っぽになっちゃった。お腹いっぱいか？そらくん、実はミルクがあるんですよ、今日は。飲みたいですか？すんごい体勢で飲んでおります。その前衛的な姿勢は疲れないのかい？すごいスピードでなくなるから、もうそこが見えてきちゃった。そんなにミルク好きかい。あのうちのりんちゃんもミルク好きなんですよね。シャチには飲ませたことないんですけど。ああもうなくなっちゃう。早い早いな、そらくん。ああなくなっちゃった。すごいスピードだな。口の周りがミルクだらけだぞ。な、鮭だ鮭、ほらあげるよ。いらねって、ほら。なんて失礼なやつだお前。シャチのお気に入りのおもちゃだぞお前。これは最高の鮭のおもちゃだ。ハマっちゃったよ。なんか新しいおもちゃでも買ってあげられたな、そらくんに。な、ほら最高のおもちゃだろこの鮭のおもちゃは。噛みつきたくなるやろ。